はい、皆さんこんにちは、ザツコです。世界四大文明のうちメソポタミア、黄河、インダスの三つの文明が起こったアジア。古代のアジアは世界に先駆けた文明が栄えていた地でした。しかし近年、それらの文明よりもはるかに古く、今までの常識を覆す発見がアジアの各地で相次いでいるのです。中国の歴史は4000年以上、人類の起源の可能性も。1978年、中国の陝西省大霊県でおよそ26万年前の中期後進生末のものとされる初期人類の頭蓋骨が発見されました。頭蓋骨の主は20歳代男性と推定され、ほぼ完全な状態での出土で、発見された地名から大霊人あるいはダーリースカルと呼ばれています。そしてこのダーリースカルこそが人類の起源の謎の鍵を握っているとされているのです。ダーリースカルは低い位置にある頬骨や細い胸骨球など、新人に見られる進歩的な特徴と、 1120cc という比較的小さい頭蓋容積、低い瞳孔、厚い骨壁と眼下上流器など、原人に似た原始的特徴を合わせ持っています。このことから北京原人と現代人をつなぐ中間の形態を示すと考えられています。中国科学院のウー・シンジ氏とアメリカテキサス A&M 大学人類学部のシーラ・アスレヤ氏は、ダーリースカルの顔面部や神経の形状を世界各地で発見された様々な初期人類と合わせて分析し比較したところ、2017年6月にモロッコで発見された約30万年前のホモ・サピエンスの最古の化石と非常に似ていることが判明したと発表しました。つまり人類の起源が中国にある可能性を示唆したのです。また中国東北部の吉林省にあるホータオムガ遺跡からは、約1万2000年前から約5000年前の25体の人骨が発見されています。そのうち11体は頭蓋が細長く、頭の前後が平らになった奇妙な形をしていたのです。長く変形した頭蓋骨のうち、最も古い1個は約1万3000年から約1万1000年前の男性のもので、他の10個は約6300年前から約5000年前のものでした。つまり少なくともおよそ5000年もの長きにわたって受け継がれてきた風習だったのです。人工的に頭を長く変形させるコーンヘッドの風習は、ヨーロッパ、南米、ポリネシア、アフリカなど世界各地に存在しましたが、研究チームによると、ホータオムガ遺跡で発掘された長い頭蓋骨は、これまで発掘されたどの地域のものよりも長い年月にわたって維持されてきた風習の可能性があるとのこと。またこの奇妙な形の頭蓋骨の主たちは、埋葬品の量や内容などから高い地位の人たちと考えられています。いわば頭を長く変形することは、高貴な身分の人たちだけができる特別な風習だったのです。そしてこれはホータオムガ遺跡だけに限ったことではなく、他の国のコーンヘッドの頭蓋骨にも言えることなのです。現代の日本人の感覚では、身体を人工的に奇形にすることが高貴の証というのは理解しがたいかもしれませんが、古代の人類にとって超等族は神そのものや神との交雑種ともみなされ、神聖視されてきました。一説では宇宙人の遺伝子を持つとも言われてきたのです。そうだとすれば、古代の高貴な人々はそういう特別な存在に近づくことで、民衆への威厳を示そうとしたのかもしれませんね。1986年に四川省徳陽市高漢県で発見された三星堆遺跡からは、約5000年前の青銅器が多数出土しています。この青銅器は、人間をかたどったにしてはあまりにも異様な形状のものが含まれていることから、古代の中国に宇宙人が来ていたという説もささやかれ、一部では宇宙人遺跡とも呼ばれているのです。また青海省中部から四川省との交点付近まで伸びるバヤンカラ山脈からは、1938年ドロパストーンと呼ばれる716枚にも及ぶストーンアートが発見されています。
約2000年前に作られたと考えられているドロバストーンは直径約30センチほどで、中央に開けられた穴の周りに文様や絵、古代エジプトのヒエログリフのような文字などが彫刻されています。その絵の中には不自然に頭部が大きい人のようなものも描かれているのです。ドロバストーンの文字の解読に成功したという研究者は、1万2000年前にバヤンカラ山脈に宇宙船が墜落した、乗っていたドロバ人たちは宇宙船を修理することができず地上に残ることを余儀なくされたと主張しています。現在ドロバストーンが発見された地に暮らす少数民族は平均身長が100センチほどと極端に小柄で、瞳の色が青や黄色という独特の身体的特徴を持っています。そして遺伝子的には中国人でもチベット人でもないとのことなのです。このことからドロバ族の人々は1万2000年前に墜落し地球に残った宇宙人の末裔ではないかとも言われています。1万2000年前はホータウム外石の長い頭の遺骨のうち最も古いものとほぼ同じ年代です。広い中国でバヤンカラ山脈とホータオム外石がある吉林省は遠く離れていますが、異星から地球にやってくるほどの技術を持っていた宇宙人にとっては移動するのはそれほど難しい距離ではなかったのではないでしょうか。また私たち人間の行動が人それぞれ違うように、宇宙人の中にはバヤンカラ山脈を降りて三星堆遺跡がある隣の四川省に行ったものがいたとしても不自然ではないように思います。中国4000年の歴史と言われますが、もしかしたら中国には4000年をはるかにしのぐ人類の起源に関わる謎や地球外文明との接触があったのかもしれませんね。謎のペトログリフとヒンドゥー教に見られる地球外文明の痕跡。世界四大文明の一つとして知られているインダス文明が栄えた国、インド。インダス文明は現在でも解読がされていないインダス文字や、長年にわたって古代核戦争説が議論されているモヘンジョダロ遺跡など未だに多くの謎に包まれています。インダス文明が栄えたのは紀元前2500年頃から紀元前1500年頃とされていますが、近年それよりもはるか昔に岩に刻まれたとみられる絵がインド西部マハラシュトラ州の根幹地域の丘で発見されたのです。マハラシュトラ州政府の考古学部門を統括するテジャスガルゲ氏によると、調査してまず最初に紀元前1万年頃のものだと推理したとのことで、それが事実ならばインダス文明よりも5000年以上古いことになります。数千点にも及ぶペトログリフの大半は平らな岩山に刻まれています。その中には聖なるものとして地元の人々に祀られているものもありましたが、大部分は存在を知られることもなく、数千年もの間土や泥の下に隠れていました。絵のモチーフは動物や鳥、人間、幾何学模様と多彩で、研究者たちを驚かせましたが、当時のインドには存在していないと考えられているサイやカバなども描かれていたことが、このペトログリフの謎を一層深くしています。デカン大学の歴史学者、研究者のシュリカント・プラダン博士は、ペトログリフは明らかに当時の人々が見聞きしていたものに影響されていると指摘しています。このことから2つの可能性が示唆されています。一つはペトログリフを描いた民族がアフリカから移住してきた可能性です。つまり彼らがアフリカで見て知っていた動物を描いたということです。二つ目はそうした動物がかつてインドにも生息していた可能性です。マハラシュトラ州政府は2億4000万ルピーといった膨大な資金を投じてペトログリフのさらに詳しい調査を行っています。また現在のインドで約 80% の国民が信仰しているヒンドゥー教、ヒンドゥー教の主神は創造を司るブラフマー、維持や守護を司るビシュヌ、破壊と再生を司るシバの三神ですが、世界にヨガのプログラムを提供するイシャファウンデーションの創設者のサドグル・ジャッキー・バースデーブ氏は、シバ神がエイリアンである可能性を指摘しているのです。
しばしんにまつわるエピソードや取り巻く神々の特徴などがその論拠となっていますが、インドの神話にはヴィマーナという空を飛ぶ乗り物が登場することも注目する点と言えるでしょう。ヒンドゥー教の発祥はインダス文明が終焉を迎えた紀元前1500年頃と言われています。ということはインダス文明が滅びる以前から宇宙人はインドに来ていたのでしょうか。そうだとすれば未解明のインダス文字やモヘンジョダロ遺跡の古代核戦争説にも新たな見解が生まれるかもしれませんね。さらに南米ペルーのナスカの地上絵が宇宙船が着陸する際の滑走路として使用されていたという説が根強く主張されているように、マハラシュトラ州で発見されたペトログリフにも別の可能性があるように思えてきます。古代エジプト、シュメール、インカなど地球外文明との関わりが噂されている文明が世界中に存在します。もしかしたらインドもその一つなのかもしれませんね。ヒマラヤ山脈で見つかった謎のエリアの正体は、標高7000メートルを超える山々が連なり、世界最高峰のエベレストが属することで知られるヒマラヤ山脈。このヒマラヤ山脈の一部分に Google Earth 上で黒く塗りつぶされた場所が見つかったことから、さまざまな噂がささやかれています。Google マップ上では機密情報を扱う軍事施設や原子力発電所などの核施設は安全上の理由から情報を制限せざるを得ないという理由で黒く塗りつぶされることがあります。しかし話題になった場所は標高6700メートルもの高地で、地形は非常に険しく、気候も厳しく、経験豊富な登山家ですら到達するのが難しいほど、どう寄せ付けない山奥で、そのような施設があるとは考えられない場所だったことから、さまざまな憶測が飛び交うことになりました。その一つが UFO の秘密基地であり、Google は UFO に関するアメリカの極秘施設を故意に隠しているのではないか、という説です。確かに見方を変えると、人が近寄りがたい場所だからこそ、秘密の基地を置くにはうってつけとも言えますよね。それに UFO ならば、険しい地形や厳しい気候にも影響されずに飛行できるかもしれません。あるいはチベットの奥地にあると言われる伝説の理想郷、シャンバラへの入り口の一つが、ヒマラヤ山脈にあるとも言われています。多くの研究家はシャンバラはあくまでも伝説の存在であり幻想と考えています。しかし一方でダライ・ラマ14世はシャンバラは目には見えないがこの世に実在する世界だと断言し、幻想説や象徴説をはっきりと否定しているのです。このことから神秘主義者たちはシャンバラは中央アジアの地底に存在するのではないかと考えています。黒く塗りつぶされたヒマラヤ山脈の一部分が隠しているものとは一体何なのでしょう。人類の好奇心が国家などの大きな権力をしのいだとき、その正体も明らかになるのかもしれませんね。シュメール文明の研究者として有名なゼカリア・シッチン氏は約45万年前にアヌンナキと呼ばれる宇宙人が地球に飛来したと主張しました。そして彼らは中央アジアに高度な文明を築いたシュメール人を創造したのだと。果たして古代のアジアにはどんな文明が栄えて、どんな人々が暮らしていたのでしょう。アジアの各地で見つかっている古代の人々が残した痕跡の真実が解き明かされるのはこれからです。最後までご視聴ありがとうございました。ぜひグッドボタン、コメント、チャンネル登録などしていただけると幸いです。また見てね。